皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今回はですね、Amazon からね、とあるものが届いたので開封の方をね、していきたいと思います。さっきね、ちょっとコンビニの方に取りに行っていたので少しね、若干息切れていますが、そこはね、ご了承いただけたらなと思います。今回の箱すごいでかいですね。過去頼んだ中で一番大きいですね。それではですね、開封の方をしていきたいと思います。それにしてもでかいですね。今回買ってきたものは2つあります。それではね、開けていきたいと思います。今回購入したのはソニーの PC、マイクと、ゴリラポットのね、三脚の固定に使う、土台のやつをね、買いました。多分ね、ゴリラポットは明日届くと思いますね。納品書の紙がね、2枚入っていますね。一つ目、買ったものはこちらですね。三脚マウントのキャップですね。iPhone やスマートフォンを挟んで固定ってやつですね。これはですね、ゴリラポットに、固定して使うやつなんですけど、普通にゴリラポットで撮影しちゃうと、スマートフォンとかね、撮影できないんで、その三脚台の固定台ということでね、買いました。約8センチ程度の厚さまでの機器を挟んで固定できますとなっておりますね。こんな感じになっておりますね。これで挟んで撮影するみたいですね。値段の方は、Amazon で945円でしたね。見えますかね。こんな感じになってます。なぜか、領収書が2つ来てますね。どうしたんでしょうね。納品書が2つあります。次はですね、これですね。僕がね、今回一番、欲しかった商品なんですけど、プレイステーション3カラオケジョイサウンドライブ対応、ニコニコ動画 YouTube にもおすすめ、 PC マイク高音質、 PC 用ボーカルマイク ECM-PCV80U となっております。メーカーさんの方はソニーとなっておりますね。これ結構ね、いろんなユーザーが使っていらっしゃるんですけど、自分が登録しているユーザーさんの中で、テルさんとかね、ユージェックスさんとかが、使ってたんで、結構ね、いいマイクだなと思って、自分もね、購入いたしました。値段の方はですね、2727円でした。すごい安いですね。これ、家電量販店とかで買うと、普通に3000円とかしますね。パッケージの方はこんな感じになっております。これはですね、主に実況用とかね、自分ね、フレンドさんとかね、ボイチャすることが多いんで、ボイチャ用としてね、使おうと思ってます。保証書がついてきました。これはですね、修理の際とか必要になるんで、取っておきましょう。それではですね、中身を取り出していきたいと思います。結構新品の匂いがしますね。ソニー製品が結構好きなんで、ソニー製品を結構使ってます。こんな感じになっておりますね。これはマイクを固定する挟むやつですね。これは台になるんですかね。材質はプラスチックっぽいですね。ちょっと安物っぽいです。それではマイク本体ですね。マイク本体はこんな感じになっておりますね。いつだったかな。UJX さんがね、動画で出してたんですけど、息吹きかけたりしても、声が、漏れないようにする、やつも購入したんで、それをつけてね、実況とか、ボイチャとかね、使いたいと思います。結構ね、今、グダグダなんですよね。今、寒いんで、何言ってるか自分でもわかんないです。マイクはね、こんな感じですね。ソニーとなっております。これはですね、USB ミニケーブルですね。
まだ説明書も何も読んでないんで、全くわかりません。これはですね、なんか変換するやつですかね。こんなのがついてきました。あ、これを、ここにマイク端子を挿して、どこだったかな。マイク端子、またはスピーカーとつなげて、まあ、さっきのこの USB ケーブルとつなげることで、パソコンとかでも使えるように、できるやつですね。まあ、これは非常に便利ですね。まあ、このマイクね、結構、音質とかね、すごいいいみたいで、まあ、いろんな人が使ってるんでね、まあ、すごいなと思ってます。まあね、明日もね、動画上げると思うんですけど、まあ、そこは期待しといてください。それではですね、まあ、グダグダでしたけどね、これで動画を終わりたいと思います。それでは皆さん、さよなら。